はい、ショーチャンネルのショーです。今日もですね、仕事の帰りで、中原の種さんですね、こちらの方寄りました。4月もね、半ば過ぎてきましたからね、苗も、すっかり、大量に並んでおりまして、今ね、ぼちぼち物色してたんですけど、去年ですね、一押しの小太郎スイカ、こちらの方で購入させていただいて、まあ、オリジナルの品種みたいなんですけどね、そちらの方を目的に来たんですけど、それ以外にもですね、姫山笠であったり博多山笠であったり、まだねちょっと育てたことがないものがちらほらありますんで、今ちょっと悩んでおります。うん、お値段とですね、苗の質で言ってもホームセンターよりも断然いいので、今ねちょっと大量に買い込んで、今購入は3回目かな。うん、でこちらの方でほぼほぼ、全て揃うかなといった感じです。あとホームセンターのね、スタッフの方と比べてもね、アドバイス知識等が半端ないので、ここで買えばほぼほぼ間違いないかなと。今のところですね、トマトを追加して、シシトウ系ピーマン系ですね、をちょっと購入してます。ナスの方もね2株買ってるので、もう2株ぐらいと思ってるんですけど、うん、ちょっとあんまり買いすぎるとね 2,3 日中に植え込まなきゃいけないんでちょっと間に合わなくなるかなと思ってね、今迷ってます。ちょっとざっくり見て、購入したものは後でね、またレビューしたいと思いますので、この時期ですねなかなか育てる品種を、うん、ちょっと迷いながら、まあ、特定のものを作る方がねすごい楽なんですけど、やっぱ面白さ求めるとね、いろいろ、目移りしちゃうので、はい、ちょっとこれお買い物楽しみたいと思います。これがねおすすめの小太郎スイカです。去年はですねだいたい1回目の収穫で中玉、何キロだったかな、3、4キロぐらいあったかな、が3玉ぐらい取れて、苗を片付けずに放置してたら、さらに1玉2玉取れたので、1つの苗で4から5くらい取れました。非常にね成績が良かったです。こちらのね、種屋さんは継ぎ木しかないので種も売ってるのでね、今回ね知らないっていうのかな、あ知らねえか、あ、継ぎ木だとですね砂袋栽培の、結果がうまく出なかったので、種の方もね、ちょっと購入して実験しようかと思います。とりあえず継ぎ木はですね、これは美味しいので、近所に配ってもね評判良かったからですね、3株ほど、購入したいと思います。ちなみに190円なのでお値段も非常に安いと思いますね。あとはちょっとね、お試しでねちょっと気になるんですよね、この博多山笠というのと、このね、姫山笠かな、本当はね2株買いたいんですけど場所は取るので、そうですね1株ずつ、ちょっとお試しということでね、追加で購入したいと思います。あと、カリカリセンナリとか、ドカナリセンナリとかですね、ミニキュウリも売ってますんで、こちらねプランターでちょっと遊びでね育てたいので、追加で購入しましょうかね。はいはい。でまあ、一つ一つ、ちょっとね紹介していきたいと思いますけど、今回ね砂袋栽培、スイカのですね、こちらの方、前年はね、結構好評でしたので、ちょっと新たにやってみようと。で前年のねスイカ、砂袋栽培はいまいちパッとした結果が得られなかったんですけど、まあ、時根っていうのかな、継ぎ木苗とかをやっぱ使ってたんで、どうしてもね継ぎ木ってなると夕顔とか使ってるじゃないですか、かぼちゃとかね、その後ね現地の状況再現しても根っこがね別の種類やったらやっぱりそこら辺で、うまくいかなかったのかなっていう思いがあるので、今回は、種から、いっちゃおうということで、購入してきました。ちなみにねスイカとかになると継ぎ木ばっかりでなかなか時根の苗が売ってないんで、まあ、今回はね種から育てたらその環境にも慣れてくれるだろうと思いましてね、このままちょっと進めていこうかと。で選んだのが姫山笠ハードということで、あんまり見聞きしないと思います。これね同じく中原採取所ということで、その会社さんのオリジナルですね、購入したところの。うん、これの、まあ、特徴としては何のかな、葉の勢いが旺盛、あと、まあ、どっちかというと、開花して
35か37、6、7月の暑い時期は33から35ということで、ごく和製、種と、で、まあ、次への肥料もね、大玉栽培と比べても 20、30% 減量ということで、まあ、勢いがあるのでね、なかなかいい結果得られるんじゃないかと思いましたね。ただね、500円、まあ、実質600円で10粒しか入ってないのね。だから、何やろうかな。そうやな。発芽率が 85% ぐらい言いよったからね。まあ、ちょっとうまいことね、埋めてあげて、まあ、まず苗を作りましょうということで。で、これの次も、購入しました、一株だけ。これは比較ですね。まあ、比較のために、購入したので、次木と砂袋の時根で、どれだけの差が出るかということで。まあ、結果が一緒やったらば、わざわざ、砂袋もしなくていいし、次木買えば、砂袋とかの、購入代、とかと比べても全然大したことないんで、まあ、むしろ安いぐらいかな。そっちの方をおすすめしますという結果になると思いますけど。はい。ということで、今年はね、しっかり試していきましょう。ということで、もう一つが、まあ、ちょっと興味があった。博多山笠、糖度13抜群のシャリ感ということで、これは大玉です。6、7キロですね。ですから、3玉をちょっと目標にね、ちょっとね、空いたスペースがあるのでね、これもちょっと試しに今年は、大玉を植えてみようかと思います。はい。あとね、メインで、去年うちの子供が抱えてる動画とかもあったんですけど、小太郎スイカ。これがね、なんぼやったかな。一応3株凍ってるんですよ。で、小太郎スイカね、見栄えもね、さることながら、結構ね、まあ、4キロ以上はあったですね。で、美味しかったですね。あと、1回収穫して1株から3つ取れたんですけど、株放置してたらまた2株ぐらいできて、計1株から5つは取れたので、なかなかグーな、どっちかというと中玉の、スイカに、なるのかな。こちら美味しかったんでね、個人的に、きちんと栽培してあげようと思いまして、3つ、購入しました。スイカは以上ですね。またね、後半戦でね、スイカは好きなので、新たに購入しようかと思いますけど、去年なんかはね、10株以上買ったかな、やっぱり。実験やりよってですね。まあ、今年はちょっと手堅くいこうかと思います。はい。あとね、証拠にもなくね、トマトも、追加購入ですね。ジュエルトマトです。プラム型、両方継ぎ木ですけどね、2種類品種買いまして。毎年ね、あれですよ、アイコを作っとるとですよね。でも、アイコは失敗したことなくて、まあ、非常に成績がいいので、今年はね、まあ、愛好に近いとは思うんですけど、ちょっと違ったものも作ってみようかと。後半でね、愛好の方も作ろうと思うんで、まあ、前半戦にはね、ちょっと珍しいトマトを中心にということで、2株購入です。はい。あとね、スーパーミディということで、フルーツ感覚の中玉トマトね、大玉トマトはやっぱ割れてしまうんで、中玉であればね、収穫の期間も、短縮されますしね、むしろね、大玉トマトより中玉トマトの方が甘みも、強いですから、まあ、こちらの方を選んでチョイスしております。はい。あとね、目の前にちょっとありますけど、これですね、緑色の、まあ、分かる方すぐ分かるかな、これはちょっとサンプル的に買った早とうりですね、もう芽が出てるんですけど、このまま植えるんですよね。早とうり1個からだいたい100以上は取れます。ただね、欠点としてはね、結構茂るんで頑丈な、柵を作ってやらなきゃいけなくて、ちょっとね、空いたスペースを、利用してね、今回はね、見栄えがいいので、これなんかも、ちょっと植えてみようかと思います。ちなみに、YouTube 始める前に早とうり作ってたんですけど、早とうりプランターで作るとね、とてもじゃないけどね、根の張りとか栄養とか、まあ、そんだけ大きくなるもん、大きく1株で100個も200個も取れますからね、なってしまうもんなんで、プランターは合わなかったですね。はい。緑のカーテンにも使えますんで、ご存知の方はね、ちょっと使われてみてください。その代わり、柵は頑丈にしないとね、結構重たくなりますんで、これもね、後々、柵作り、支柱作りから、まあ、成長具合と、まあ、漬物にすると美味しいんで、そういう料理の具動画もね、あげれたらと思います。はい。あとはね、まだピーマンとかの類はあまり購入してないんですけど、ちょっと先にね、シシトの方を植えようと思いまして、放散性のシシトウと、甘党美人の、2品種を買ってます。甘党美人は甘唐辛子で、ちょっとね、
大きめのししとうでよくスーパーに最近並ぶようになりましたね。ピーマンほどね苦味もなくて、辛味もなくて癖もないということでね、ししとうに関しては毎年大量に取れすぎて処理に困るぐらいなので、まあいいかなと思います。はい、まあ2つ、ピーマンはねまた後ほど、パプリカ系も植えたいんですけどね、スペースの都合を見ながら、ピーマン、ししとうなんかは霜が降りるまで取れますから、今時期から植えるとね、いいかな、皆様にもおすすめです。まず失敗しない野菜ですね。はい、あとはですね、最後にドカナリキュウリ、ドカナリセンナリということで、今回は、継ぎ木の F1 を購入してます。イボなしです。一本丸ごとつけられますね。だいたいね、何センチかな、10センチはないかな、小型なんですけど、あのサラダにしたり、まあ、家族の数が少ないところはわざわざ大きめの作らなくてもね、どんどんこれで収穫していってね、漬物とか、サラダとか、ちょろと、利用できます。一本丸ごとも食べても美味しいんですよこれ。うん、自分でね三杯酢みたいなの作って漬け込んでも美味しいですしね、ちょっとおすすめのやつです。去年おととしは作ってなくて動画もアップしてなかったんですけど、見栄えもいいのでね、ちょっとねうまいこと育てば皆さんにもね紹介していきたい品種なので購入しました。ということで、これだけ購入しまして、3000円です。はい、まあたかが3000円されど3000円ないに3000円かけるってなかなかのもんなんですけど、なんていうのかな、まあ毎年資材合わせても2、3万ぐらいで抑えているような感じですね、家庭菜園。夏場が一番お金使うんですけど、まあ飲みに行ったりとかね、レジャーで遊びに行ったりすると家族4人ね、ばあちゃん入れるとは5人ですけど、子供と遊び行ってもすぐ1万円2万円行きますからね、それ考えるとね、家庭菜園っていうのは体使って運動にもなるし安いね、いい趣味やと思います。健康と楽しみとですね、ということで前半戦購入終わりということで、今から、ぼちぼち植え付け始めますけど、今年はどうしましょうかね。予定ではですな、もう何年もやってるんでね、定番な支柱の張り方とかが一番楽なのはわかるんですけど、やっぱ工夫はね毎年していって、ちょっとね面白い方法を見つけ出したいということで、今年の方針としては、各野菜1本仕立てなり2本3本仕立てのレギュラーに加えまして、まあ、たまにちょっと櫓を組んでみたりとか、アーチ型にしてみたりとかして、ちょっとね皆さんでも、真似できる、自分も簡単にできるようなやり方を追求しながらちょっと工夫をしていこうかと思いますので、とりあえずでもね、まあ、自分もサラリーマンですからね、今年もね、まあ、去年と同様砂袋栽培に、スイカのですね、結構時間割いちゃうような、気もしないでもないです。はい、理想としては今年中に雨よけハウスをね、作ってね、ハウス栽培の方にも着手したいと思いますので、皆さんお暇な方、ぜひ動画ご覧ください。まあ、こんな感じですね。まあ、前半戦、内購入ということで、お送りいたしました。まあ、結構数買いましたから、後ほど、またね植え付け動画アップいたします。以上、シューチャンネルからでした。どうもどうもどうも。